雪割橋雪割橋風景、雪割渓谷雪割橋は、福島県西白川郡西郷村にある道路橋である。西郷村西部の山間部にて一級河川、阿武熊川の源流部を渡り、最後を村道川国結衣が源泉を通す。南詰は、真船阿座、小菅、北詰は、鶴瀬阿座結衣が原に位置する。 現在架か,かる橋は2021年に架けられた橋で、当地に架か,かる橋としては5代目に当たる。初代橋梁の仮設以来長らく、東北地方で2番目の長さを誇る和福熊川の最上流部に位置する橋梁であったが、2008年9月21日、孔子道路が上流側に開通し、最上流の橋の座を孔子大橋に譲った。 グランドギャニオンのような深くえぐられた雪割渓谷をまたぐ東京漁は谷底からの高さが約50メートルあり、紅葉の名所として名高い。また、西郷村市街地と唯が原地区を結ぶ唯一の通行経路であるほか、陸上自衛隊白川布引山演習場の付近住民の緊急避難及び消防活動に資する道路として重要な橋梁である。 しかしながら普通自動車の利号が困難な、強安な福音と、重量規制による大型車の通行規制、さらに老朽化が進んでおり円滑な自動車交通に、支障が生じているため、防衛施設周辺の生活環境の整備等に、関する法律第8条の道路改修等事業による補助事業として、新橋梁の五代目雪割橋仮設事業が2012年度より行われている。 全長138.5メートルの新橋梁仮設と周辺の道路改良が行われ、2021年5月22日に開通した四代目雪割橋の撤去を含めた事業完了は2022年度を予定している。総事業費はおよそ21億円である。東橋は阿武熊川の源流域の長さ約4キロメートルの雪割渓谷の中ほどにかかり、 観光スポットとしても名高い。雪割の名前は一面銀世界となる冬景色を割るように、阿武熊川が流れることに由来する。橋のたもとには、開拓農家の流れを組む、雪割農場、食堂兼土産物や、バーベキューのできる公園等がある。甲州大橋から雪割橋、大熊橋から、ありがとうございます。